日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回は中学3年理科ルタ、ル、月の運動と見え方についてです。読み札、ルール違反。月は同じ時刻に西から東に移動する。ルール違反。月は同じ時刻に西から東に移動する。星座というのは同じ時刻に、東から西に移動して見えます。夜の8時にちょうど南に見えた星座が、日に日に、同じ時刻にどんどん西に移動して見えます。なのに月は逆に、同じ時刻に見るとどんどん西から東に移動して見えるというのはどうしてなのか、もうさっぱりわからないという生徒がほとんどなんですね。この辺のところをわかりやすく説明したいと思います。格言。自信は成功の第一義なり。成功するためには自信を持つことが一番大切だという、そういう意味です。はい、絵札を見てください。月が同じ時刻に、西から東に移動して見える理由はズバリ、月が地球の周りを公転しているためです。地球が太陽の周りを公転しているのと同じように、月は地球の周りを約1ヶ月で公転しているということです。まあ正確に言うと約 29.5 日で地球の周りを1回公転をしている。はい、これが、まあ、太陽だとすると、地球は1年で一回り公転をしている。そして、これが地球に置き換えると、月が約 29.5 日で、一回り公転をしていると。そして、地球から見たときに月はどんどん左回り、わかりますね。ここにあったのが、どんどん左側、左の方向、左東ですから。左の方向、同じ、まあ、夕方の6時頃に見える月がどんどん満ち欠けをしながら、どんどん西から東に、まあ、移動して見えるという、これはこの公転の向きが西から東ということなので、どんどん左側、つまり東側にどんどん移動していくという、そういうことです。はい、では分かりやすいように、図を拡大してみました。はい、太陽は右方向にあるとします。右の方向からこう光が差しています。そうすると地球は1日に1回自転をしています。そして地球の周りを月は約1ヶ月で一回り公転をしています。これが頭の中に入っていれば理解できると思います。よろしいでしょうか。まず地球が今ちょうど夕方、はい、ここは夕方、まあ6時ぐらいだとしましょう。6時頃だと。そして月が今ここにあるとすれば、月がもう半月です。そしてこの月はですね、1週間後にはもうここに来てしまう。2週間後にはここに来てしまう。3週間後にはここで、4週間後、約1ヶ月でもう元のところに戻ってきてます。ということで、もうどんどん月はもう、こう左方向、地球から見て左方向、これは西から東、東の方向にどんどん移動しているので、地球から見たときに、月がどんどん左方向、東の方向に動いて見えるというのは、こういう理由からです。わかりましたでしょうか？はい、では、読み札をちょっと変えて、一緒に絵札と並べておきました。地球が1日に西から東に1回自転し、月は1ヶ月で地球の周りを西から東に1回公転していると。この地球の自転と月の公転が同時に進んでいるので、何が何だか分かんなくなるという、そういうことです。同じ時刻の月の位置は西から東に移るんですが、その後は地球の自転により月は東から西に移動して見えるという、この地球の自転と月の公転の同時進行というところで、ちょっと難しいかなと思いますが、大体今日の説明で分かったかと思います。
はい、南の方向を向いたときに、はい、両手を広げて、左東。左側が東、左東というふうに、覚えると非常に役に立つと思います。よかったらチャンネル登録、コメントもお願いします。人生は一度、自分は一人、やるときは今。